はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。それではマインクラフト2回目やっていきたいと思います。パート1から、まず畑を作成しておいて、あと職人を施してね、事前活動を行ったわけだ。そうやね、まあ、それぐらいしないと誰も見ないあとまあここに超簡易的なね、動物の飼育エリアを作ってね、ちょっと発情させてね、鶏とかもまあ増やしてるわけだ。でまあね、今回まあまあまあ、あの仮拠点あたりが発展してきたということで、今回は洞窟探検にちょっと行って、ちょっと鉄をね集めていきたいわけですよ。はい、錦織選手。そうですね、まあ俺もテニスラケットという石の剣を持ってこうだからね、まあ周辺にまあ目ぼしい洞窟もいくつかあるので、そこに行ってみましょうかと。そうですね、割れ目に、じゃあ、うん、じゃあ割れ目割れ目に行こうじゃねえかと。渓谷という名の割れ目にね。じゃあまずはビッグママが知ってるちょっと割れ目に案内してもらおうかな。ああ、あそこのね、じゃあ行きましょうか。あそこの割れ目に超近いんだよね冒険感ゼロなんだよね。この辺だよ、あったあったあった、これでしょ、割れ目。ここから降りるとやばいから、ところどころ穴あるから、そこから入っていこうぜ。そうしようぜ、手ごろな穴から。どこにあるか分かんないね、これ。この辺にあったような。あ、これか。ちょっと食料があまりたくさんないので、なるべくね、うん、あんまり走らないように。ここから行けるよね。よし、じゃあ行ってみよう。行ってみよう。すぐ終わったら石炭とかはちゃんと掘ってこう。ああ、繋がってる繋がってる。あ、鉄もあるね積んだ。え、おお。いやでも土があるからね、土で道を切る。そういうって、いや、ちょっととりあえずここの石炭とかを掘っていきましょう。鉄を取ろう。じゃあ石炭、やっぱりね、あの鉱物集めをしないとね、後々まあ楽になる、なりますんで。単純に鉄がないからね。でも木を結構切ったからね、あの木炭が結構潤ってきてるって感じかな、今は。こう、はいはいはい。よし、じゃあ道を作りますか。うん、あ、スケルトンがいる奥に。スケルトン嫌いだな。こっから道を作っていける。スケルトンとね、あ、金があるよ。金は別にいや、金はあるけど今鉄ピッケルがないんだよね。ボタン操作をミスんないように。落ちそう、ちょっと待ってよ。落としていいよお前の押すなよ、絶対押すなよ。振りか、振りじゃない振りだな。別に藤山カップヌードルとかそういうあのCM のパターンではないから、これはネットは欠かせませんみたいなね。これは逆の意味ですとかこっから落ちてなら大丈夫じゃない。あびっくりしたどうもありがとう、俺のために作ってくれてありがとう。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はいはい、着きましたと。スケルトンがいるよ、奥に。うん、いいよ、とりあえず、とりあえず。あ、鉄もある。あ、金かと思ったら鉄だった、これ。なんだよ。さあ、スケルトンがおりますよ、奥に。あ、スケルトンバトルだ。おお、おお、痛い。結構受けるな、おい。もう終わり？え、嘘。え？嘘だ。嘘でしょ。ええまあいいでしょう。ちょっと鉄が、あ、鉄ここにもある。今回はあくまであのモンスターと戯れるとかじゃなくてね、あくまで鉄、素材集め、素材集めをね、あんまりあの深入りしすぎてもちょっとね。まだ何も防御もないしね、死ぬだけだし。鉄30ぐらい欲しいね。反対側にはもう何もないのか。反対側行こうぜ。いや、多分あるでしょ。多少はあるでしょ。
まあこれ以外にもまだ知ってるあの洞窟はあるので、割れ目じゃない方の洞窟はあるので、これはいまいちどっか覚えてないけど、ピケルもうちょっと作ってくった方が良かったかな。まあまあ、ここを集めたし鉄ピッケル作っていけばいいんじゃないですか。次うせやな、石炭もまあちょくちょく集めて、めっちゃあるな、 あって損はない。我々ね、今の仮拠点を卒業してね、いずれはマインクラフト最古の木造建築をね作ることになるからね。ほうほう、よし、石炭超、あ、ゾンビがいるぞ奥に。あのゾンビをぶっ倒す。よろしく。あ、エンダーマンいる。もう目合わせなければ問題ないっしょ。お、エンダーマンだ。ちょっとここの鼻水を止めよう。エンダーマン怖。エンダーマン怖ってか、エンダーマンの方にもまだ穴あるじゃん。そうだね。ちょっとこの鼻水を止めよう。お。もうめっちゃ水流れてんだけど、こっち。マジで？こっちにはもう鉄も何も全部取り切った感じか？あ、マグマ。マグマ？あ、バケツあるよ、バケツ。このマグマは取れないよ。嘘。そういうマグマじゃないから。あ、流れてるマグマか。そう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 。これ、つら、つら、つら。おぉ。あ、エンダーマンまだ上にいる。ちょっと待ってよ、道を作ろう。これは絶対押すね、お前。これはあれでも、この奥もう何もなくないか。まあ、行くだけ行ってみようぜ。素材があるかもわからんし。ないな。上に鉄が張り付いてるぐらいだな。これ何もねえな。戻ろう。上にエンダーマンがいたところは。水上がってけば。エンダーマンまだいるわ。そのすぐエンダーマンいるけど、目合わせるけど大丈夫です。うわあのエンダーマンのオーラが。じゃ俺も行くよ。あ、行けねえわ、行けねえわ、これ何が行けねえわ。うわ、エンダーマンのオーラが見えてるんだけど、これ大丈夫か。オーエンダーマンが見える。ちょっとこの水止めるよ。オッケー。え、帰りどうするの。帰りちょっと土を作る。エンダーマン倒せないか、石じゃ厳しいか。ちょっとこの辺まだ行く。ちょっと階段をうまく作っていこう。クリーバーに目が合いました。あなたどこ行った。お、あなたどこ行った。何、どこ行った。いたそっちに階段作ったのね。なんもないっすね。なんもないっすか。なんもないっす。これこの水邪魔。鉄は今どんくらい集まってる。僕は8個持ってるけど。俺26。まあまあ、もうちょっと欲しいな。せやね。で、階段は作ったけど、もうその上にはもう何もない感じ。そう、エンダーマンが依然いるんだけども。まあ、ちょっと俺歩いてみるわ。来ていいよ、歩いて。エンダーマンいる？おお、いたクリーパーがいる。この辺怖いな。クリーパーが君に沿って動いてるよ。クリーパー俺のこと好きだからさ。ゾンビが奥にいるのが怖いんだよな。クリーパー、クリーパー、クリーパー。これ殴れるんじゃね。殴ったところで殴れない。ふんふんうん、うっ、うっ、うっ、って届かない。何もないな。
ゾンビの声が。キノコがちょっと。怖い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 、ゾンビゾンビゾンビ。死ね。はい、さよなら。ちょっと近づくよ。もう何もないのか、ここ。何もないっすね。じゃあ、ここはここまでにしますか。せやね。戻りますか。てれてれてーん、でれれーん。で、エンダーマンがまだいるんだよな。ちょっと目を合わせないように、このまま。戻りますよ。目合った。じゃあ一旦閉まってきて、人や、あ、村人顔のゾンビ、この野郎、この野郎弱い。経験値もらっていくよ。よし、戻りますか。あれ、この辺だよ。ここだよ。そうか、そっか。し、ここは制圧と。俺らの土地だな、もう。あ、ちょっと待って、もうゾンビとかが普通に崩壊してるのでは。あ、スケルトンもいる。あ、痛い。クモじゃ。俺の嫌いなクモや。あ、スケルトンや。帰ります。いてめっちゃ撃たれるんだけど。早く帰ろう。よし、あ、スケルトンいる。来いや、撃ってこい。死ぬ。よし、あー、痛い、強いぞこいつ。よし、めっちゃクモ湧いてんじゃん。お前めっちゃ刺さってるぞ。お前も刺さってるぞ。お前も刺さってるぞ。お前左腕にめっちゃ。あー、ちょっとクモとゾンビ来てる。あ、人参落とした。マジ？うん、超ラッキーじゃん。やった。え、ちょっと待って、ちょっと。矢受けすぎ。ダメなとこだろ、バカ野郎。矢受けすぎだろ。死ぬ。あ、死ぬ。痛い。あとワンパンで死ぬ。おぉ、生き返る。すぐ出ろ、外に。アイテムを回収だ。痛い。死んでも何のダメージもないんだよ、今は。ほら、雲来てるぞ、雲。痛い。オッケー。とりあえずチェストに入れようか。よし、寝るぞ。あ、お前、俺矢が肩に刺さってんねん。ボロボロだよ、見た目。よし、お、あー、チビゾンビ、ちょっと、おー、よし。あ、モンスターが近くにいるので、あー、ちょっと壁のはダメ。壁の下でこれドアドンだ。よし、寝れた。オッケー。おはようございます。おはようございます。あ、ゾンビがいる。燃えろ。クリーパーいる。クリーパーはほっとけよ。ほら、燃えろ。ちょっとクリーパーにそこ設置していただこうかな。まあ、利用できるまましようぜ。あ、いや、倒そう。エッチされすぎるな、あそこだったな、うん。スケルトンがね、木の下にいて、太陽から身を守っている。あ、ほんとだ。いいんじゃん。スケルトン頭いいな、お前。ごっぷんが欲しいな。殺した。はい、雑魚。はい、ということで、おー、牛すげえ増えてるよ。で、人参をゲットしたから、ちょっと、おいで、鶏。餌だ。あ、やばい。普通に殴っちゃった。おい。人参植えとこう。ほい。本当に餌だよ。ちょっと僕は種を。鶏餌やで。あ、ここ。そう。あれをして、子供を産むんだ。早めにね、アイテムが大量に潤いすぎたらちょっとチェストが大変なことになるからね、早めにちょっと倉庫もね。はいはい。
あ、農作業に矢を格好してんな、お前。え？あ、もう矢消えてる。一晩寝たら矢が消えるね。そういうもんだ。そういうもんだ。で、ちょっと、小麦をパンにする前に、牛に小麦を与えてこようかな。あ、手伝いちゃっていいっすか。いいっすよ。種はここにしまっておきますかな。ここに必ずしまう。ルールね。うん。で、パンを作んなくては。小麦を？あ、小麦も少しは入れとくよ。小麦入れとくわ。パンをまた持っていこう。で、ちょっとアイテムを整理。セリっつっても最初のうちはまあ適当にしまっといて構わないけど。まあな。あ、弓いつの間に思ってた。スケルトン倒したときにね、多分。ちょっと糸もしまっといて。こんなもんかな。よし、それでは洞窟探検第2弾。行きましょう。ちょっと僕がちょっといい目星がつけてる。洞窟がこちらにあるので。待って、どこだ？こっちだ。はいはい。いきますぞ。でーでれってー。でーでれー。でーでれってー。ってほど遠くもないけどね。